野外支援者野外支援者は陸上自衛隊の装備する車両である。通称トイレカー。4トントラックの荷台を改造したものがほとんどである。雇用便器と代用便器が別々に設置されている。1両で1億4800万円。戦闘時よりも災害派遣などで重宝される装備。稀に中トン近い法イベントなどで展開される。主に方面隊。 師団などの受品化に配備される。警察にはベンツをベースにしたトイレカーがあるが自衛隊のものよりもかなり小型。なお、この装備は主な導入経緯としては阪神大震災における簡易トイレの絶対数が足りなかった教訓や部隊における演習場内での訓練中に排泄される糞尿による土壌汚染が深刻となっている内地部隊が主に導入している。 その他、近年の地震など、天災の大規模災害等による災害派遣にも使われている装備であるが、北海道の広大な演習場で使用するには、導入する台数を確保しなければならないなどの問題で、北海道の部隊ではこの車両はあまり活用されない。もっぱら師団司令部付け隊管理小隊や、広報支援連隊補給隊などごく一部の部隊で、 災害派遣用にしか保有されていない。従来は電磁波を利用してお物を加熱処理する方式が採用され、加熱処理したものは灰となるためそれを廃棄していた。後に導入されたものはラップ内に凝固剤とともに封入して、普通ゴミとしてゴミ処理場で焼却する方式に変更された。ありがとうございます。